も映画友達ラムです。ラムズキュン。どうも映画チンピラジャガモンの斉藤です。どうも映画バカギニアンコです。パニパニュー。はい、シネマションとは映画好きが集まって好き勝手映画について語っていくという番組でございます。今回は渋谷津田さんとコラボです。イエーイ、ありがとうございます。ということで、せっかく渋谷津田さんに来たので、はい、企画をやりたいなというわけで、今回の企画はラムに見せたい映画。おい、よいしょ。前回は、はい、斉藤さんに私たちがプレゼンしたので、はい、させていていただきました、はい、今回は私に。なるほど、なるほど。ただいつもプレゼンしていただいてるんで、うん、斉藤さんとアンコさん、よーよーよー、すごく傑作をお願いします。俺の回のみたいな、あの変なのじゃなくて、ごめんなさい、謝んない誇りを持って進めなさい、僕に。ごめんなさい。まあね、ラムちゃんとはね、好みがめちゃめちゃ似てるんでね、もう僕が好きなやつはもう多分もうほぼほぼハマると思うんで。これ見てるかな、これ見てるかな。でもベルクラさんが紹介して、そう、ベルクラさん紹介してるやつ。さあ、どう、あーねー、ほら、ダブルヘッドジョーズとかありますよーね、シックスヘッドジョーズとかね、いろいろね、頭の数が増えるサメ映画がね、たくさんありますんでね、この世には。えやば、初見さんレンタルされてる。あ、俺テンション上がっちゃった。わあ、もう、ああ、さっき来た時にこれとこれ あると思って、これラムちゃん絶対いいじゃんって思ったんだけど、どっちもない。ラムちゃんに見てもらいたいってのはどんなジャンルですか？やっぱり、ね、サスペンスが、あの子サスペンスとかミステリーが好きなんで、かつちょっと SF チックなものがまさにこれだったんで、人怖い系好きじゃない、これだったんですよ。で、完璧じゃんと、もう終わりじゃんと思ったんだけど、ダメだ。いや、あの、こういう蔦屋さんってやっぱこの、あの、このこういうなんかマニアックなところに、あの、急にいいのがあるったりするんですよね。油断できないんですよ。ラムちゃんと斉藤さん、どっちが難しいですか、選ぶの？いや、それはもう斉藤さんが難しいですよ。もうラムちゃんはもう、もうほら、もう見てないけど、ほら、もうエンドとかね、今こう撮ったんですけど、多分もうこれもハマるぐらい意思疎通してるんでね。ちょっと使われてるかわかんないですけど、私はラム。使われてるといいですね。面白い。私は今待っております。エルトポあんじゃん。エルトポね、あのサブスクにはないんすよ。借りたい。これダメかな、借りちゃう。借りていいっすかって聞いてみるか。スタッフさんに。スタッフさん、はい、個人的にめちゃくちゃ借りたいです。置いていてください。決めた、カゴの中に入れてください。やったー、収穫収穫。整えました。おぉ、2本2本にしました。ありがとうございます。時間の関係もございます。そうですね、はい、行くわよ。はい、じゃあ私から、はい、私から失礼します。はい、こちらキャビンフィーバー。出たー。見ました？見てない。これはイーライ・ロス監督、うん、はい、あのグリーン・インフェルノの、はい、監督の初期作品でございまして、うん、殺人鬼が襲ってくるジェイソン的な感じの雰囲気あるじゃないですか、うん、なんかまあ男女がコテージ泊まったら、うん、うんうんってありそうですね。そう思っててください。え、そう思って見ていただくとなかなかね、いい感じのなるほどという展開になるので。え、見たい。これはめちゃくちゃおすすめ。ただなんか内容言えないじゃない、これ。そう、言えないの。あの、知らずに見てほしいから、うん、これをちょっとチョイスしました。やった、はい、気になるプレゼンの仕方する。これもちょ、これね、見てるかもしれない。こちらバン、見てます？見てない。あ、おお、じゃあもう見てる。見てる。あ、名前知ってる。マイリストには多分入ってる。あ、本当。これはまあコーエン兄弟っていうね、はい、有名な兄弟の監督がございまして、まあ、あるものをめぐって群像劇というか、いろんな人がそれをこう奪い合う話なんだけど、はいはい、なんか笑っていいのか笑っちゃいけないのかよくわかんない絶妙なバランスでえぐいことがずっと起こる。いやー、面白そう。めちゃくちゃいいんです。で、これ主役があのフランシス・マクドーナムさん。あ、はいはいはい、この前の、はい、ノマドランド、ノマドランドのフランシス・マクドーマンドさんでした。はい、女性なんだ。そうそう、あの妊娠した婦人警官の役で、うん、もういいんだけど。でしょ、事件を追うっていう
めちゃくちゃ面白いやつなんで、はい、これはちょっとマスターピースだと思う。いやぜひ見てください。はい、もうラブちゃんと私好み一緒ですからね、はい、もう何選んでも勝ちます。まあそうだよね、はい、いうん一緒、うん、半分半分くらい全部受け入れろこちらです。ババン、デモンズ出た、知らない。これそれいいじゃん、これめっちゃ面白いね。これは良いですか。これあのサスペリアとか撮った、うん、あはいはい、はい、あのあれね、あのリメイク前のやつ、昔のやつ、はい、ダリオ監督っていうやつが撮ったやつで、これあの映画館、うん、で、まぁ、あ、ちょっと悲惨なことが起きていくっていう映画で、うんうんうん、で、それでちょっとね、裏見てもらったあれなんですけど、こういう感じのグロもありと、うわね、なんか グロ超えてない、これ腐ってるじゃん。いやいや、このね、ちょっと痛々しい描写も最高だし、出てくるキャラが日本刀持ってバイク乗ってバッコバコ倒していくっていう最高の描写があるんだよ、ね、日本刀かけるバイク好きなんですよ。いや、あったね、日本刀あったよね、多分あったと思う。まあ、俺もあんまり覚えてないわ最高の映画なんで、はい、ぜひこちら、はい、で、続いてですね、はい、もうラムちゃんにもうとっておきの B 級映画を持ってきてました、持ってきましたはい、それがですね、こちらです、デスレース。ああ、はいはい、もう B 級といえばというか、その、はい、監督がロジャー・コーマンっていって、はい、もう B 級映画の帝王と呼ばれた方で、まあ、各それぞれキャラクター車に乗ってレースするのよ。で、さらに人を引いたら点数もらえるという、バカだ、最高のルール、そう、ブラックユーモアがちょっと効いた映画でね、これシルベスタ・スタローンとか、出てんの、出てんのよ、えぐ、まあ、たまにちょっとおっぱいも出ちゃったりしてね。 いいのよ、私別におっぱいあ、求めてない、おっぱいゾンビに引っ張られすぎです。あ、レース、それ求めてないんですよ。あ、求めてない、おっぱい好きな男の子じゃない、はい、あ、違うの、うん、レースしておっぱい出てくる、思春期超えてんのよこれでした、ファーゴ、うん、やっぱ見たい、こっちか、ファーゴ、こっち、はいはいはい、見たいなって、いや、これは刺さると思う、最近のラムちゃんは、キャビンフィーバーの時代がな、ああ、なるほど、パッケージ的に、パッケージが、いやでもこれもフェイクだよね、ある意味、まあまあそうね、え、もう騙されるな、このパッケージの感じにって感じ、そう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 、すごいプレゼン上手、やっぱ見たいなって思いました、ちょっとキャビンフィーバー、それこそキャビンにちょっと近いというか、思ってたんと、え、そういう話になってくのっていう、うん、サプライズ的な面白さがキャビン病にあります。私が見たすごい B 級の名前がヘルキャビンっていう、はいはいはい、あったね、すごいトラウマなんですよ、だからキャビン周りにトラウマがあると、そうそうそう、でもその、 あの偽物が出る前のある意味ね、決定版ですから、うん、間違いないと思います。じゃあこの2つ借ります。あら、いいんですか、はい、ありがとうございます。一個も触れんやないか、おいおいおいふざけんなよ、寄せて選ばれないって一番恥じゃねえかよ、寄せて、あれだよ、順番だから、おい、グリズリープラネット持ってくればよかったよ、ほんとに、いや、順番って言ってんだよ、はい、こっち、はい、デスレースめちゃくちゃ気になってますね、ね、リメイクもされたんだよね、これ絶対借りたいなって思いました。デモンズ、ちょっと怖い、ラム、ほんと、え、でも、あと日本刀持ってバイク乗ってるよ、これが怖い、これが怖い、普通にCG 使ってないグロさ怖いの、ラム、あーあー、そうね、実写 の、ね、うん、そう、実写のあの生々しいというか肉々しいね、うん、じゃあもう見てみます、そしたら4つ借りる、ああすごい、4つも借りる、うん、全部全借りで、イエーイ、それでは後日見て感想をあげたいと思いますので楽しみにしててください。で、ここでちょっと一個残念なお知らせが、何ですか、あの、あんこさんバージョン、あ、はい、これからですよね、うん、はい、もう時間がないので、ちょっと待って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 、しょうがないですね、いや、しょうがない、これはやる、ね、ちょっと待って待って、開店の時間だから、うん、いやー、待って、苦しい、あ、じゃあ終わってから行けます、終わってから、でも、お客さん来ちゃうんで、あ、うん、カメラ止まったら借りればいいじゃない、あ、そうだね、プライベート、違うのよ、演者映りたいのよ